東内駅前小川駅は、熊本県宇城市小川町川尻にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。開業時の地名が由来。小川とはこの付近を流れる砂川のことで、住民たちが、小川と読んでいたのがそのまま地名となったもの。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。 JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。2016年からの1日平均乗車人員の、推移は、下記の通り。住宅と田畑が混在しているが、ダイヤモンドシティ、熊本南の建設に伴い宅地化が進んでいる。ABCDE、週刊 JR 全駅、全車両基地号熊本駅。 カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞に出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、24ページ。熊本市店内各駅、JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月30日閲覧。AB 熊本駅事業所 JR 九州、サービスサポート。 2021年12月10日閲覧、交通新聞、P1 小川駅 JR 九州。2021年12月10日閲覧、駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2021年9月4日閲覧。ありがとうございます。